さて、続いては旬な話題をお伝えする今生キャッチです。今日はですね、お正月のおせち料理についてです。早いですよね。まあ今ね、今日はあの県内9月初めて38度を超えましたっていう話題ばっかり。そうですね、気温まだ夏ですよ。いやいや、もうそう、もうです。9月でもう大丈夫ですか？雨焼け進んでますか？準備は大丈夫。まだ進んでないかもしれない。やってないですよね、と思うでしょ、はい、実はもうおせち商戦始まっているんです、うん、おせちでも入れれるように塩で水分を、余分な水分を出して、で酢でさらに締めてます。生に近い状態で、おせちは何かとこう火が通ったものばかりなんで。広島の郷土料理を専門に手掛ける老舗翠新です。毎年10月から行っていたおせち料理の予約受付を今月1日から始めています。ずっとうちのおせちを買っていただいているお客さんがいまして、やっぱりもう少し早くおせち紹介してもらえないかという声が非常に多くてですね。翠新では当日食べてもらうために、冷凍ではなくそのままのおせちの配送にこだわっています。2万円台で2人から3人分の小さめのおせちが人気だということです。おせちを親子3世代に楽しんでもらう工夫として、子ども向けには焼き魚やローストビーフなどの肉料理、大人向けには酢で締めた刺身など、そして高齢者向けには煮物や伝統的なおせちの田作り黒豆などを入れています。そのおせちの文化っていうのはやっぱりなくしてもらいたくない。黒豆なんかは豆に過ごしてほしいとかですね、田作りなんかはいつも豊作であってほしいというような、そういう習わしをですね、お孫さん含めた家族でそういう話しながら食べていただける。こちらも今月1日からおせちの予約を始めている三原市の広島エアポートホテルです。実はおせちの宅配を始めた20年も前から9月からの予約を受け付けてきたそうです。早く申し込むとエアポートホテルのレストランの食事券をもらえる特典もあります。おすすめのおせちはこちらだそうです。本当にたくさんのお肉が並んでて、まさに肉の宝箱です。今年からセットに加わった特選肉の宝箱です。総料理長が自ら足を運び選び抜いたといいます。一般のおせち、いろんなものを詰め合わせたおせちじゃなくて、肉の詰め合わせってできないかなと思いまして、うちで全部作ったものでいけないかなと広島県にこだわりました。三原の実り牛、六国豚や新明鶏、東広島の鹿のジビエなど広島産の肉を中心に作り上げた自信作です。低温でじっくりオーブンの中で火を入れていきまして、ローズマリー、オリーブオイル、ガーリックの香りを軽くつけた手法を用いまして仕上げております。薄くスライスして並べていただくと、お正月に来られたお客様なんかのおもてなしにも使えます。またエアポートホテルでは今年から冷凍での配送に変更しています。冷凍で配達することで安心安全にお召し上がりいただけますし、ご遠方に住むご家族にも送って、帰省の際に一緒にお召し上がりいただく、やっぱりおせちをお召し上がりいただくことによって伝統のお正月を迎えられると思いますので、少人数でも大人数でも選んでいただいてお召し上がりいただければと思います。はい、このおせちの起源なんですが、実はもう1000年以上前の平安時代と呼ばれてますので、そんなに歴史があるんですね。それだけ伝統があるものなんですね。淡江家のおせちというのはどうですか？福井、実家の方ではしっかりと手作りというか、親戚がこの分野は私の家、この分野はあなたの家って作って持って集まるっていうところだったんですけど、うちも母がよく黒豆配ったりしてました。そんな感じですよね、はい、広島ではですね、もう肉メインです大好きなお肉、はい、肉メインの、おせちになってます。じゃあ今の天谷さんにぴったりですね。あ、そうですね、うん、で天谷さんに合わせてそうなってって、はい、そうどん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 僕に寄ってってきてくる、うん、はい、うん、田村さんは？私の実家は昔はおばあちゃんとか作ってたんですけど、うん、ある年にお店のものを買ってから、あれ
お店の美味しくない、うん、しかも種類豊富で楽しくないってなって、そこから毎年みんなでワクワクしながら買うっていうのが続いてます ね。そういうご家庭も多いかもしれませんね、うん、ちょっとこちらをご覧ください。はい、百貨店圏内デパートのおせち予約状況なんですが、こちらはもう10月から、ね、ご覧のように始まっていくので、デパート関係は10月からのようですが、ホテルではもう9月から始まってたりということで、うん、はい、まあ、早い、これだけ残暑が厳しいとっていうところもありますけど、よく考えたら今年ももう3ヶ月半で終わりますので、確かにそうですよね、はい、ちょっとそろそろおせちを意識するのもいいかもしれませんね、うん、以上今生キャッチでした。